m m イ -72 チャパラルチャパラルミサイルランチャー。m m イ -72 チャパラルはアメリカ陸軍が運用していた短距離防空ミサイルシステム。m m イ -72 はミサイル本体の形式名であり、ミサイルシステム全体の形式名は M48 である。開発はサイドワインダー短射低空対空ミサイルをもとに行われ、1969年に アメリカ陸軍で運用が開始され、1990年から1998年に段階的に退役した。より短距離で短時間の航線をカバーする M163 対空自走砲と併用され、より長距離の目標の攻撃に使われることを目的とした。1950年代以末より、アメリカ陸軍は前線防空用の新しい短距離防空ミサイルとして、 エメイム -46 モーラーの開発計画を進めていた。これは極めて先進的なコンセプトを採用した短距離防空ミサイルシステムであったが、1961年頃よりいくつかの問題に直面していた。このことから、1963年9月、陸軍資材軍団は陸軍ミサイル軍団に対してアメリカ海軍の短射低空対空ミサイルであった。 AIM-9 サイドワインダーを死体空ミサイルに転用するための基礎研究に着手するよう要請した。そして、これに基づき暫定野戦軍防空研究が開始された。この研究では、サイドワインダーを転用して短距離防空を担当させ、これを保管する近距離防空兵器として M61 バルカントフィム -43 レッドアイを配備、これらの火力システムと案。 MP9-49 全線防空レーダーを連接することで防空システムを構築することを提唱した。イファーズで検討された防空システムは、モーラーシステムよりも性能面では劣るが、より堅実、安価であり、しかも、早期に実現可能なソリューションであった。1963年11月、EMEIM-46 モーラーは単なる技術実証計画に変更され、 1965年11月には完全にキャンセルされた。一方、iFad 研究は1965年に完了し、実現に向けて動き始めた。最初のスミム -72A ミサイルは、1967年にアメリカ陸軍に届けられた。フォードは M113 装甲兵員輸送車の派生型のうちの一つである。 M548 早期貨物輸送車から M730 早期車両を開発した。そして、最初のチャパラル大隊は、1969年5月に配備された。一方、アン、m p 9 4 9ファーは1966年に開発されたが、ファーは M561 ガマゴートで輸送されたため、最前線における仕様に適さなかった。 トラックに搭載された M54 から発射される、m m イ -72 m メイ -72A ミサイルは、AIM-9D サイドワインダーを元にしていた。主な違いは、空気抵抗を減らすために、m m イ -72A の尾翼のうちの2枚だけに、ローレロンを持つということである。他の2枚は非可動の薄い尾翼と取り替えられた、m メ -72 の MK50 固形燃料。 ロケットモーターは AIM-9D サイドワインダーで使われる MK36 モッドごと基本的に同様のものであった。MAM-72 ミサイルは M48 発射装置から発射される。M48 にはと化能力がある。M48 は予備のミサイル発揮を M730 の後部内に収納している。予備のミサイルはかさばらないように争奪翼と尾翼を 取り外され、二分割のカバーに覆われている。ミサイルの装填はすべて人力で行われる。ミサイルの重量は1本あたり8 6ラムあるため、人力で運搬や装填作業をするには4人ほど必要とする。ミサイルの装填手順は、M54 を後ろ向きにし、ランチャーレールに深くをかけ、M730 後面のハッチを上げ、壮奪翼と,翼と尾翼とミサイルを取り出し、 ミサイルのカバーを外し、ランチャーレールにミサイルビブの型からスライドさせて装填を、空のカバーを M730 の後部内に戻し、ミサイルに争奪翼と尾翼を取り付ける。M54 はミサイル本体の赤外線シーカーによる赤外線ホーミング誘導の打ちっぱなし方式であり、完成装置を必要としない。M54 にはいて席があり、天井が前方開きの透明。 窓剣ハッチになっている。M54 は360度旋回、マイナス5度プラス90度の不行角が可能。M48 は、非戦闘時には、M54 を後ろ向きにして、機部を M730 内に収納する。M54 は、M730 以外の車両にも、搭載可能。M730 は、エンジン乾燥などにより、M730H。 M730A2 に発展している。エ、MM、メイム -72A は、フィム -43 デッドアイのような第一世代の赤外線シーカーを使っていたため、フレアとホットブリック妨害装置によって疑問することができた。また、シーカーに航空機の排気熱を捉えさせる必要があり、ミサイルを航空機の背後から追尾させることしかできなかった。訓練用のエ、MM、メイム -72B は、 新艦が異なることを除いて A 型と同様であった。エ、MM、メイム -72C は1974年から新型のドップラーレーダー新艦と改善された弾頭ばかりでなくミサイルに全方位攻撃能力を与える改善された誘導部を持っている。新艦と弾頭は以前のモーラー計画のものを変更して作られた。 C 型は1976年から1981年に配備され、1978年に作戦可能状態に達した。m m イ -72D は実験的に A 型から C カーを、C 型から弾頭を使ったが、配備はされなかった。m m イ -72C は海軍バージョンである RIM-92cc チャッパラルをもとに開発された。 RIM-92C はアメリカ海軍には採用されなかったが台湾に輸出された。なお、形式名の92は FIM-92 スティンガーに割り当てられたものであるため正式なものではない。ジャパラルシステムは目視で目標を追跡し大まかな方向にミサイル発射機を回転させミサイルのシーカーが目標にロックオンするのを待って手動で発射される。これは チャパラルシステムを昼間だけの交戦に制限し、その場合でさえ、シーカーがロックオンするのに十分に長い時間目標が見えていることを必要とする。それは、例えば遮蔽物の向こうから突然現れるヘリコプターとの交戦には適さないことを意味する。1977年にフォードモーターとテキサスインスツルメンツはフリアを追加することでチャパラルに限定的な禅。 天候能力を与える計画を始めた。テストは成功したものとされ、フリアによるアップグレードは1984年9月に行われた。フリアは発射機左側の上下ミサイル艦に追加された。1978年の死者では、新型の無煙ロケットモーターを使用し、それは発射後の可視性を大幅に低下させ、引き続いてのミサイルの発射を非常に容易にした。 新たに製造された無塩ロケットモーター型ミサイルが、m メイ -72F として知られる一方、既存のミサイルも同様に改善され、m メイ -72E となった。ミサイルを運搬するアメリカ陸軍の兵士たち最後のアップグレードは1980年に始まり、フィム -92 スティンガーのシーカーをもとに m メイ -72 のために大幅に改良されたシーカーを作った。スティンガーのシーーは、 大部分の一般的な妨害を無視することができるのみならず、標準軸外の目標に対してかなり高い能力がある。改良の結果として、MAM-72G と呼ばれるミサイルを供給するために、フォードに契約が与えられ、供給は1982年に始まっている。その後、すべての既存のミサイルは1980年代後期までに更新された。新たに製造された。 G 型は1990年から1991年に製造された。この時までにジャパラルシステムはすでに正規の陸軍の任務からは外されていて陸軍周兵に譲渡されていた。m、MM、m -72 の2つの輸出専用バージョンも作られた。m、MM、メ -72F の輸出型である m、MM、メ -72H と m、MM、メ -72G の誘導部及び制御部を ダウングレードした、MM、m m イ -72J である、MM、m m イ -72A 初期生産型、MM、m m イ -72B 訓練用ミサイル、MM、m m イ -72C 改良型チャパラル、改善された、アン同、ス -1 誘導部、M817 指向性、ドップラー新艦と M250、爆風波変更下弾頭を特徴とする。これらの強化は、ミサイルに、 全方向攻撃能力を与えた。1976年から1981年に生産され、1978年11月に運用が開始された。射程は9000メートルにまで延伸された。RIM-72cc チャパラル。海軍バージョン。評価はされたものの、アメリカ海軍には採用されず、台湾に採用された。m m 7 2 d 生産前に、 キャンセルされた実験ミサイル。エメイム -72E 新型の M121 無塩ロケットモーターで改造された、M。エメイム -72C。エメイム -72 回改良された M121 無塩ロケットモーターを持つ心臓ミサイル。エメイム -72G フィム -92 スティンガーのシーカーを元にした新型のアナ同 -2 を取り付け、妨害に対する。 抵抗性を向上させた。1980年代後期にすべてのチャパラルミサイルにこの改造が施された。新品のミサイルは1990年から1991年に生産された。エメイム -72H、エ72メイム -72F の輸出型。エメイム -72J ダウングレードされた。エメイム -72G の輸出型。 M30 イナート訓練ミサイル出展デシグネーションシステムズネットとか中の M730 出展デシグネーションシステムズネットイスラエル国防軍の M730 出展ウィキペディアドイツ語番 ABC パーシュアンドレアス m、MM、メイム -72 ディレクトリオブ US ミリタリーロケッツミサイルズデシグネーションシステムズネット2007年5月28日閲覧 AB、シャップラル。レッドストーンやアーセナル。ヒストリカルインフォメーション。レッドストーン兵器賞。2007年5月25日時点のオリジナルより、アーカイブ。2007年5月26日閲覧。で、エメイム -72 シャップラル2007年3月17日14時6分。ありがとうございます。